い。恥ずかしい。皆さんこんばんは。8月17日金曜日の伸びおよを担当する松村さゆりです。じじほう。恥ずかしいよ。よし、頑張りまっちゃん。よし。はい、皆さんこんばんは。ですね、8月17日金曜日の乃木曜日を担当する松村さゆりです。どうぞよろしくお願いします。はい、乃木曜日はですね、乃木坂46のメンバーが月曜から金曜皆さんとトークする帯配信です。たくさんコメントして配信に参加してくれたら嬉しいです、というわけです。でもこれはどこにコメントが出てるのかマッチには全然わからない。コメントボタンをピッ、あ、来た。はーい。あー恥ずかしい、あー恥ずかしい、あー恥ずかしいや、あー恥ずかしい、あー恥ずかしい恥ずかしい。ちょっと顔半分で配信しようかな。こんにちは皆さん、わーい、ありがとうございます。あー1万人の皆さんこんばんは。松村さゆりの顔の上半身です。イエーイ、こんにちは。みんな見えてますか？髪切った？切ってないです。というわけで皆さん、今日は私はですね、朝からちょっといろいろとお仕事をしてまいりました。今日は朝からお仕事だったんですが、実は昨日までね、私台湾にいたんですよ。知ってましたか？知ってましたか？知らなかった人、知ってる知ってる。そうなんですよ、台湾でいろいろとご飯を食べてまいりました。高校野球見てる？見てますよ。なんかこの間の13日の大阪桐蔭戦に私のなんか友達がみんな行ってたらしくて、いいなーっていう気持ち。あ、よし。ついに頑張りまっちゅん。はい、頑張りまっちゅん、頑張りまっちゅん。じすごい、みんなめっちゃコメントくれるから、それを読んだらいいんですね。私はめっちゃみんな髪切ったって言うやん。切ってないです。あ、松村って見てくれましたか？そうなんですよ、面白いと思います。わかんない、撮ってる時がすごく面白いです。何喋ろう。今日は本当にお仕事していたので、お仕事以外は何もしていません。皆さん何してましたか？フライデー、花金、まあそんな特に何もしてないですよね。わかりますよ。あ、でも今お盆なんじゃないですか？みんなお盆ですか？なんかコメントのすごい感じからして、皆さんはなんか学生の人なのかな。お仕事、あ、こもり、かわいい主婦の方かな。今のこもりしてたの、頑張って、大変やね。まちね、台湾行くときにそのなんか子育てにすごい悩んでるお母さんの映画を見て、すごいやっぱ子育ては大変だなっていうのをちょっと思った。台湾で感じてた、なんかその子育てに悩んでるお母さんのところにベビーシッターが来るっていう映画だったんですけど、すごいいい映画だった。
私は松村さゆりです。やばい、やっぱもう私はもうほんと一人では何もできないので、ここで大好きな新内さんの力を借りたいと思います。はい、本日の宿題こちら、じゃじゃん。これはあれですね、昨日まいちゅんが配信で明日の私への宿題を出してくれたそうなんですが、大好きなまっちゅんへ、ありがとうまいちゅん、まちも好きよ、ハート。ハート。乃木中で私がやったモノマネの本家バージョンを見たい。あれですね、あの空港でなんかまいちゅんと一緒になんかどこ行ったんか忘れた、どこの時やったんやろ、どっか行った時になんか町だけのそのね別室に連れて行かれたことがあって、その時のモノマネをやってくれたんですが、でも泣き方ですよねあれは。でも泣き方、あんな泣き方してんのかな。でも確かにようやってる気がする、ビエーンってやってたのかな。恥ずかしい、どうなんだろう、じゃあ用意スタート。 This is my bag。 あれ、ビエンじゃないぞ。この状況に泣いちゃう、恥ずかしい、2万2000人の人に見られてるこの状況が恥ずかしい、これでいいですか、まいちゅん本家バージョン似てた、まいちゅんのやつとまちの似てましたか。ビエン、ビエンっていうのは難しいよ、いいんだよ。じゃあ次もう一個、関西弁で可愛く叱ってまいちゅんより。まいちゅんってさ、めっちゃ字綺麗よね。まちゅんちょっと前から思ってた、すごいまいちゅんの字大好き、綺麗な字書くわ、ほんま可愛い字。関西弁で可愛く叱って、でもなんか今月なんか大阪でライブがあったじゃないですか。そのライブの時にすごいなんかお姉ちゃんと会って久しぶりに、でお姉ちゃんはもうコテコテの関西人なので関西弁なんで、その関西弁に触れてすごい最近関西弁になってるので、これはできそう。じゃあなんか誰か怒ろうかな。じゃあしゅんくん、今コメントの名前一瞬見た、しゅんくん何怒ろう。じゃあしゅんくんは宿題をしてない人ね。ほらしゅん、あんた何やってんの、ほんま宿題もやらんと。もう夏休み終わんねんで、そういうのはな、何でもな、はよやらなあかんねん。私にやってほしいってそんなあかんねん、自分でやりや。もう激おこぷんぷん丸、はい終わり。恥ずかしい、穴があったら入りたい。じー、今日声低くないって言われてるけど、うるせえうるせえ、私の声はいつもこんな感じなんだよ、うるせえよ。じー、空飛べる？飛べるわけないやろが、アホか。なんかいつもとキャラがちゃう？ちゃうわ、いつもこんな感じや。お前何見とんねん。上手になってきたわ。かわいいです。ありがとう。そう、いつも可愛いね、ごめんな。台湾楽しかった、めっちゃ楽しかった。
はい、というわけでじゃあ宿題も終わったので次の企画に参りたいと思います。自己中でいこう。ここでですね、先週8月8日に発売の乃木坂46の21枚目のシングル自己中でいこうの話をしたいと思います。さあここに実物があります。じゃじゃんじゃじゃん。なんだろうね。でもなんかすごいこの歌は歌っていて、なんか自己中で行こうっていう歌じゃないですか。でも難しいですよね。難しいって話をねしたことがある。自己中で行こうって言ってさ、でもさ自己中じゃ入れない時もあるじゃないですか。だってみんなもう大人だもんね。会社で働いてて、じゃあそこで自己中でいいのかって言われたら自己中じゃいられないんですよ。でも自己中で行こうだから、歌詞見よう。秋元さんって本当にさ、めっちゃいい歌詞書きますよね、本当に。で私はたびたび変えてしまうけど、それを替え歌にするけど、でもやっぱなんか歌詞が本当にいい。なんかもう歌ってて、あーなんかマチもそうやって生きていかなきゃいけないなってもう本当に思う。この自己中で行こうは、じーじー、すごい。もうだってさ、サビの入り口がこの瞬間を無駄にはしない、人生あっという間だって、ほんとそうですよね。ほんと今これを見てる若い皆さん、人生あっという間なんですよ。もうマチも今月4歳、あら人生あっという間、びっくり。だってこの間乃木坂46入ったのに。何を言われてもいい、やりたいことをやるんだ、自己中だっていいじゃないか。なんかさ、秋元さんがさそう書いてくれてるなら、もうなんか人間みんなそうでいいんだろうなって感じがしますよね。そうなんだよ、多分もう秋元さんがそう言ってるから心強いよ。大人のみんなも頑張ろう、自己中だっていいんじゃないか。だってここがめっちゃ好き。これなんていうの、 D メロって言うんですか。みんなに合わせるだけじゃ生きてる意味も価値もないだろう、やりたいことをやれ、はあ、ですって。大人の皆さん、やりたいことできてますか。街は比較的できてる、大人だけど。じー、本当にいい歌詞。すごいよね。だって2番もさ、この青空を無駄にはしない、夕立もきっと来るだろう。私絶対比較的青空無駄にしてる。だって空あんま見ないもん。でも確かに本当にたまに空を見上げるとめっちゃ綺麗だなってすごい思うんですよね。だから本当、私絶対青空無駄にしてるな。一日1回は空を見上げる時間を作れたらいいなと。すごい、なんかこんなにタラタラ喋っている感じで、では次の企画に参りたいと思います。はい、頑張りまっちゅーん、イエーイ。続いてはですね、6月に発売された乃木坂の発行部数が30万部を突破したことを記念して乃木坂のトークをしたいと思います。イエーイ。乃木坂とは、じゃじゃん、乃木坂46のメンバーが1年6ヶ月にわたって撮影してきたオフショットが待望の写真集、気を許したメンバー同士だから撮影できた素顔の乃木坂46が満載の一冊です。じゃあなんかすごいね、どのページに見せてもいいよって言われたから、もう全部こうやって見せてやろうかって感じだけど、
ちょっとじゃあ今日は私が特にお気に入りの写真ベスト3を紹介したいと思います。でもね、さっきちょっとメモってみたんですけど、でももうちょっと私に時間をください。じゃあちょっと見ながら探すね、よりいいところを。じゃあちょっと目についたいい写真を紹介しよう。なんだろうな、皆さん好きな写真はどれですか？106良かったよ。これさ、数字が書いてるのいいですよね、探しやすい。106、106。あー、いくちゃんと私のやつ、唐揚げ姉妹のやつだ。ほんとだ、めっちゃいい写真じゃん。教えてくれてありがとうございます。106もいいですね、これはいいわ。確かに超かっこいいんだけど、もうこれ私ジャケ写でいいんだけど、もう自己中のジャケ写これにしてほしかったかもしれない。めっちゃいい写真。どうしよう。300ってなんだろう。うわー、これめっちゃいい。307めっちゃ好きだな私。自分いないけど、ガビーン。300、あ、これはめっちゃ美味しかったやつ。そう、これね、食べてる、これなんていうの、ニューメンっていうの、ニューメンだったかな、なんかインフルエンサーの MV の撮影が終わった後に、ほんと夜中にこれが出てきてて、マチューね、これね、ここにコメントで実は おかわりして2杯目だったって書いてるけど、これ多分ね6杯ぐらい食べたと思う。めっちゃ食べた。はい、で全然違うページを見せるもう閉じちゃってたよね、間に合わなかった。今めっちゃ425が多い。425どれだろう。あ、みんな好きね、ほんと425が多いって言われましたけど、みんな好きね私の足。でも確かにこれなんかさ、なんていうの、最近流行りのさ、なんていうの、なんか画像加工したみたいな足してない？絶対これ編集の人なんか足伸ばしてくれたでしょみたいな。これどう、私絶対こんな足じゃないもん。だってちょっと長すぎじゃない？これどうなってんだろう。でもそんなことはないです。あ、これもいいな。でもこれはすごい、マイヤンがすごい好きって言ってくれてたやつだな。なんかないかな、なんかないかな。お、これもいい、これもいい、これもいい。1、2、3、もう一個ぐらい見つけたいな。あ、これもいいな、これにしようかな。高校、あ、閉じちゃったよ。高校の校かな、はい。ではここで私のベスト3を紹介したいと思います。まず第3位、じゃじゃん、392、イエーイ。これはマイアンが私の耳にリンゴつけてなんかそういう遊んでるところです。イエーイ、おめでとうございます。では続いて第2位、じゃじゃん、459。これはライブの直前なのかな、でもあれだ、ライブの前になんかね、番組に中継で出させていただいた時じゃないかな、これ。そう、番組の中継で出た時に多分真夏が撮ってくれたんだけど、これなんかすごい光の感じとかもなんか3人とも可愛い。これなんか私ってわかんない顔してる、いいですね。そして栄えある第1位はじゃーん、188、おめでとうございます。こちらはですね、なんと白石麻衣ちゃんがうなじを見せてくれています。イエーイ、
みんなよかったね。乃木里を買えばマイヤーのうなじも見れるよ。こうやって見たら産毛も見えるんじゃない？ちょっと見える。いいね、いいね、いいね。でもさ、すごいよね、耳の形こうなってんのとかさ。やっぱなんかさ、ここのさ、顎のここのラインがめっちゃ綺麗だよね、マイアン。お、なんか待って、この時ちょっとさ、爪短めじゃない？白石さん、ちょっと爪短い時期だったのかも。貴重、貴重です。あ、このもうほんと指の関節が好きです、私は。いいですね、こうやって見たらもう何でも見えますね、私の目には。というわけで188が第1位です。イエーイ。あ、その下のやつね、190がやばいって。確かにこれはめっちゃ可愛い。犬年ということで、年女のレイカちゃんとナーセが犬のしつけの真似をしていたよ。可愛い。なんかさ、ナーちゃんってさ、カメラ向けたらさ、絶対こういうなんか寸劇よくやってるイメージがある。そしてこの真夏のさ、犬の耳は何？うまいね、なーちゃん、ワンちゃんの真似が。やっぱワンちゃんうまいね、よく知ってるわ、ほんと。じゃあ私がこうやってペラペラとやって、何番を当て、何番を開けるかでしょうゲーム。さあ、私が今から開けるのは何番のページでしょうか。じーじー、208 159 お165。さあ、正解はここ、じゃーん、175。あー、でもみんな惜しいですね。惜しい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 。当たった、おめでとう、おめでとう。175、171から175の方が正解です。おめでとうございます。松村さゆり賞です、おめでとう。明日週末いいことあるよ、ご飯いっぱい食べれるんじゃないかな。いいですね、ここラインナップも素敵です。お姉さまとこの若いピチピチの子たちのバランスがとてもいいページでした。おめでとうございます。靴買ってちょっとお金のやり取りはできません。おめでとうございます。というわけで、乃木里絶賛発売中です。ぜひ皆さん見てください。とても本当に見応えがあって、でもマチはやっぱこの一番最後のさ、一番最後じゃないな、みんなのなんかプロフィール見るのがやっぱすごい好き。でも恥ずかしい。では次の企画に参りたいと思います。ここで今週の配信メンバーで争う乃木帯選手権をやりたいと思います。今週の競技は質問 100本ノックです。60秒間でユーザーさんからの質問に何個答えれるかを競います。週の中で一番多く質問に答えられた人にご褒美として素敵なスイーツがプレゼントされます。というわけで、現在の1位はじゃじゃーん、水曜日の樋口ひなちゃん26個。おお、これはなんかめっちゃすごいらしいです。強敵。でも確かみんなちょっと惜しいんですよね。マイチュンはもう全然慣れてない感じがしますね。でも大丈夫、マチは関西人だから、せっかちだから、こういうのは絶対得意だと思う。そしてご褒美、なんだろう、素敵なスイーツ。でもこれってマチュが今日勝たなかったら、もしじゃあ ひなちまにいつ渡すんですか、素敵なスイーツ。今度？へー、でもマチが今日買ったら今日もらえるから、みんな万々歳。あれ、今日もらえないの？それはおこだぞ、おこだぞ。いい感じの時間ですぞ、お腹空いてきたじゃあ早速やりたいと思います。あ、やばい、もうみんな質問してくれてる。じゃあスタートと言ったら始まりですよね。よし、さあみんな頑張って、答えやすい質問を待ってますよ。今はちょっと可愛いですっていうコメントはちょっと受け付けてません。みんなハテナマークをとりあえずつけてください。
可愛いですでもいいですよ。もうとりあえずハテナマークつけて。じゃあ、よーい、スタート。福島県来たことある？あ、多分あると思う。好きな野球チームは？あ、わかんないけど大阪だからとりあえず阪神。何食べたい？あ、今ねめっちゃね明太子ご飯にハマってます。血液型は B 型。ご飯好き？大好き。マイヤン好き？大好き。おすすめのダイエットは？あ、インフルエンサーダイエット。台湾のタピオカめっちゃ美味しい。あのセブンのタピオカがめっちゃ美味しい。好きな色は？ピンク。こんばんは？こんばんは。かわいいよ。ありがとう。犬派？猫派？どっちも。好きなアニメは？今はフリー。好きなコンビニは？セブンイレブン。やすしさん好き？好き。大好き？大好き。好きな国は？どこだろう？どこも好き。でも日本。好きなリンゴは？21世紀梨。あれ？好きなお菓子は？フィットチーネ。俺のこと好き？大好き。俺は好き？好き。マッチュン好き？ありがとう、好き。もうダメって言われた。さあ何個でしょうか？いい感じなんじゃない？まさかの19個。めっちゃいい感じだったよね。絶対数え忘れてるでしょ。本当に数えてた？本当にマッチ19個だった？遅かったよって。遅くないよ。梨はダメって言われたんだけど。21世紀梨ダメなんだって。こんばんははもっとダメって。絶対マチにだけ厳しい。絶対本当にゆっくり答えすぎ。本当にそんなにゆっくりだったのかな。マチの中ではすごい早かったけど。でも確かにひなちまってめっちゃなんかせっかちさんっていうかさ、なんかキレがすごいからさ、多分マチの中で最大限のせっかちを出してもひなちまの普通ぐらいなんだろうなって感じはすごいする。好きな国で遅れた？あ、そうなんだ。あ、でも確かに一瞬悩んだな。どこでも好きだからな、マチュー、本当に。あ、タイも好き。タイめっちゃ行きたい。19個。悲しみかん。スイーツ欲しかった。ひなちまにちょうだいって言おうかな。欲しかった。19個か。だってもしだってそのなんだろう、こんばんはとリンゴが OK でも21個だから。と思ったら本当にひなちもすごいんだ。どうやって答えてたんだろう。だって答えだけ言ってたわけじゃないですよね。すごっ。タイにめっちゃ行きたい。マチも行きたい。なーちゃんのこと好き？好き。そんなん言ったらみんな好きやで、ほんまに。じゃあここで私はみんなに宿題を書きたいと思います。なるほどね。おー、なるほどなるほど。でもですね、次のメンバーが月曜日なんですけどまだ決まっていないそうなので、何しよう。あ、告白とかね。なるほどなるほど、そういうことね。まだ次が決まってないらしいから、何にしよう。じゃあこれにしようかな。あ、漢字がわかんない。漢字間違ってたらこう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 。私感じ合ってますか？誰もがちょっと
あ、合ってる？オッケー。じゃあ、はい、次の人への宿題はこれです。じゃじゃーん。腹筋何回できる？今やってみて。さゆりんご。絶対私の予想では次の月曜日メンバーは3回ぐらいかなと思う。なんかすごいマジかとかなってるけど、そう、これさ本当にさ、めっちゃ100回できる人だったらさ、30分ずっと腹筋だったらどうしよう。1000回。ちなみに皆さんどれくらいできるんだろう。男の人とかだったら100回ぐらいできるのかな。さすがにできないか。マチは多分5回。じゃあ本当に来週月曜日の子が何回できるのか皆さん楽しみにしていてください。大阪桐蔭つえって。100は余裕なん？できるだろうって。あ、みんな強がっちゃって。本当にできるの？あーすごい、4万人の皆さんが見てくださってるみたいで、ありがとうございます。じゃーん。みんなすごい、1000回ぐらいはできるみたいで。お、じゃあ今度ファンの皆さんと一緒に腹筋会やりましょう。はい、誰からも賛同は得ないということで。ではではでは、この宿題楽しみだな。来週月曜日誰になるんだろう、楽しみだな。ちち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 。というわけで、乃木曜日金曜日そろそろ終わりのお時間です。ガビーン。というわけで、今日のお相手は松村さゆりでした。バイバーイ。ありがとう。